こんにちは、トリちゃんのピンクとカメラマンのおかきです。今日ご紹介する製品はこちら。アクションボタンが対応されている iPhone 15 Pro に専用設計されたカメラ周りギリギリまで保護するケースを EC 限定で取り扱い始めましたので、こちらご紹介していきます。それでは行ってみましょう。デジタルライフを豊かにするシンプリズム。それではご紹介していきます。アクションボタンがついている超精密設計タイプのヌーノリサイクルファブリックケースです。ワッツアクションボタンの人いるよね、きっと。今年から搭載ですからね。そうですよね、 iPhone の新機能ですよ。今まではここのボタンってこんな感じで上下にしてマナーモードを切り替えするスイッチだったんですよね。それが15から見てボタンになったのよ。何ができるかっていうと、この設定画面にアクションボタンっていうのをタップすると、アップルの力の入った設定画面、演出すごいよね。超かっこよくない？このショーモード、これはあの切り替えスイッチと一緒だね。今まで通りマナーモードとかになるやつ。集中モードとかお休みモードにもできるの。これは通知が表示されなかったりとかするんだよね、が震えたりとかしなくなる、寝てる時とかにおすすめ、でカメラにもなるんです。でカメラがなんと通常カメラとかセルフィーとか選べるの。すぐビデオになったりとか。普通のカメラって確か外カメだよね。外カメがデフォルト。そうですよね、だからセルフィーとかめっちゃいいと思う。これはフラッシュライトね、ライトもデフォルトで下の方に多分表示されてる。ありますね、ロック画面、ロック画面にあるけれども、長押しでもいけちゃうよって。あとはショートカット設定して、お気に入りの設定をショートカットで起動させることができるね。特定のアプリを開くとかページに行くとか、そういうこと、ね、そういうことですね。メッセージ送ったりとかができる。アクセシビリティ、ちょっとこれわからない。画面がもっと暗くなったり、文字が大きくなったりするやつですよね。ここにあったあった、詳しく設定できますわ。ですよね、素晴らしい。何今までの iPhone だと、電源ボタン3回押すとできました。あ、そうなんだ。私はこれでさらに画面が暗くなるわ。おお、じゃあ夜中とかいい感じ。そう、夜中用にめっちゃ暗くしたい時用に画面を暗くするやつを設定してたんだ。そうです。それがだから長押し一つでできちゃう。へえ、アクションなし、もうアクションボタン使わないぞという人はアクションなしでも OK。 どうしようかな、やっぱセルフィーかな。セルフィーに設定します。アニメーションっていうのめっちゃかっこいいなって改めて思った。それの設定はだってこんな感じ。そう、急に画面変わる。そう、びっくりした。もうかっこいいってなりました。で、こんなアクションボタンなんですが、これ新しく搭載されたので、シンプリズムの一般的なケースはここに穴が開いてます、くり抜かれてます。これでも問題ないんですけど、押せるは押せる、長押しで、あ、インカメになった。やっほー。ちょっとさ、爪短かったりするとちょっとしんどいかもね。どうなんだろうかな、大丈夫だと思うけど、即座に起動させたいっていう時にはなかなかちょっともしかしたら不便かもしれないかなと思いますが、アクションボタン対応になっているケースだと普通のボタンとして使えます。うえい、すぐ起動する。あ、これめっちゃいい。あ、待って、しかもアクションボタンで撮影できる。え、マジで。すごい、よくない？これ指動かさなくていいんだ。いいんだ。あ、今までは普通だったらさ、こうしてこうしなきゃいけなかった。そうそうそう。けどもう今だって思ったら、あ、ほんとだ。すごい、いいね。あ、これめっちゃいいと思う。なるほど。今知るっていう。はい。で、ボリュームも設定できるし、アクションボタンも長押しで。え、ボタンあるといいかも。これすごいですね。いいね。押しやすさもめちゃくちゃいい。私今左手使ったけど、押しにくいと全然思いませんでした。で、何がいいかって、このね、精密設計タイプですよ。シンプリズムが精密設計タイプって言ってるんだけど、何が違うかというとこういうことですね。普通のケースはここがもう四角くドッカンと開いてるんだけど、精密設計タイプはめっちゃ細かく穴が開いてる。よくそんな細い
本当にすごいよ、もうギリギリ攻めてますね。うん、遅い。すごい、これくり抜いてちゃんとあの丸い部分にほつれ防止の小刃もちゃんと施されております。しっかり保護してくれる。で、側面もちょっとわかるかな、ケースの方が出っ張ってるんです。なのでレンズも傷つけないね。下に置いてレンズが当たるっていうことはなさそう、うんうん、なさそうというかないですね。充電ポートとスピーカーも穴が1個ずつ綺麗に開いて、純正は、ああ純正はねガバッと開いてます、うん、まあ大体この作りだよね。まあそう、そっちが普通だ、ね、そう、こっちが普通なの、こっちがあの異常なの異常なほども丁寧に作られております。保護率がなんと 99.2? おい、 99.2% 保護してる。あ、このカメラ部分は絶対開けなきゃいけない、いけないのでカウントしてないです。動いてだからもうここだけだね、 0.8 ここここの数字です。 0.8 はもうまるっと保護してくれる。で、内側ちょっと見せてなかったな、内側が、内側こんななってます。マグセーフ使えます。これは磁石がついているね、なのでくっつけてマグセーフ、うん、はい、欲しい機能全部入れましたって感じですね。うん、本当だねこの布がさ、すごいこう肌なじみいいなと思って、すごいサラサラ、しっとりサラサラしてるんですよ。なんと環境に優しいリサイクル生地を使ってます。トリニティでも SDGs 的なことやりたいねって話になって、環境に優しい生地をね今回使うことにしたんですよ。ちょっとトライアルですけど初めて採用した布です。でもいいよね、主張激しくないし、いい感じのグレーだし、手に馴染む感じがとてもいいかなと思います。こちらが今のところ EC 限定での取り扱いとなっております。トリニティの公式オンラインストアと、トリニティが販売している Amazon、 楽天市場、 Yahoo ショッピング、 au pay マーケットで取り扱い中です。で、お値段がね2980円。あら、意外と、意外といいんじゃない1個でいいから、もうレンズのガラスとか必要ないから、こんだけ綺麗に守ってくれて、レンズもね、うん、出っ張ってないし、まあガラスはね貼った方がいいと思いますけど。あ、そう、ピクプロは併用が、あ、そう、ピクプロ併用できないから、できないよね。でもちゃんとケースが守ってくれる、うん、うん、おすすめです。 1.5 注意なのが、 iPhone15 Pro 用でしか展開しておりません。アクションボタンついているのが iPhone15 Pro と15 Pro Max なんですけど、今回のこのリサイクルファブリックの布はiPhone 15 Pro のみでの展開でございます。で、これが爆売れ、もしくはなんか要望をたくさんいただいたら15 Pro Max でもちょっと作りたい ね、できるといいねまたいいお知らせができるように頑張ります。そんなリサイクルファブリックを使って環境にも配慮した超精密設計アクションボタン対応布のリサイクルファブリックバッグケースご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。15シリーズから搭載されたアクションボタンしっかり押せて、カメラもギリギリまで守ってくれる滑り心地サラサラの布の精密設計ケース EC 限定で取り扱い中です。この動画がいいなって思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トリーちゃんのピンクとおかきでした。バイバーイ。